バース公爵は、グレートブリテン貴族の公爵員。18世紀中期に、閣僚職を歴任した第3代ウェーマス子爵、トマス・シンが1789年に除されたのに、始まる。バース公爵進家の邸宅ロングリートバース公爵家の、本邸であるイングランドウィルトシャーのロングリートは、チューダー長期の軍人、帝神サー・ジョンシンによって建設された。彼の彦にあたるサー・ヘンリーシンは、 1641年7月15日にイングランドの順弾尺くらいのコース上の順弾尺に除せられたその息子で2代順弾尺を継承したサートマスシンは庶民委員議員を務めた後1682年12月11日にイングランド貴族尺位ウェーマス主尺とウィルトシャー州におけるウォーミンスターの診断尺に除せられて貴族委員議員となったこの二つの尺位は 自身の男系男子がない場合に二人の弟とその男系男子を特別継承者とする規定が付けられていた。その後、初代ウェーマス施策は1702年から1707年にかけて通称及び海外プランテーション長長官を務めている。初代ウェーマス施策は女子しか残さなかったため、彼の死後は特別継承者の規定に基づいて、 弟ヘンリー・フレデリック・シンの孫にあたるトマス・シンが2代、ウェーマス死者区位を継承した。初代バース・コー、トマス・シン2代ウェーマス死者区の死後、彼とその妻ルイーザ・カートレットの間の長男、トマス・シンが3代ウェーマス死者区を継承した。彼は、初代チャタム伯爵、ウィリアム・ピットから、ノース卿、フレデリック・ノースに至る3代の内閣において、重要閣僚職である。 北部担当国務大臣や南部担当国務大臣を務め、退任後の1789年8月18日に、グレートブリテン貴族爵位、バース公爵に助せられた。一方、二代ウェイマス子爵とルイーザ・カートレットの次男、ヘンリー・シンは、母方カートレット家の財産を継承して、カートレット制に改正し、1784年に、初代バース公のヤンガーさんを特別継承者に、 規定したカートレット男爵位を新規に与えられている。1826年にヘンリー・カートレットが死去すると、特別継承規定に基づき、初代バース公の次男ジョージ・シンが2代、カートレット男爵、ついで三男ジョン・シンが3代カートレット男爵位を継承している。一方バース公爵位の方は、初代バース公の死後、その長男であるトマス・シンが2代バース公を継承した。 彼は、就職前に、トーリー島の庶民院議員を務めていた。彼の死後はその息子で、やはりトーリー島の庶民院議員をしていた。ヘンリー・フレデリック・シンが3代、バース公爵位を継承したが、就職後すぐに死去した。その息子である4代、バース公ジョン・アレグザンダー・シンは、ポルトガルやオーストリアへの外交施設を務めた。またナショナル・ポートレート・ギャラリーや大英博物館の受託者も務めた。 その息子である五代バースコウトマス・ヘンリーシンは就職前に保守党の庶民委員議員を務め、就職後の1905年中にアーサー・バルフォア内閣においてインド担当省政務次官を務めた。その長男であるウェイマスシャクジョン・アレグザンダーシンは就職前に第一次世界大戦で戦死し、子供もなかったため五代バースコウの死後は 次男ヘンリー・フレデリック・シンが6代バース公を継承した。彼も就職前に保守党の庶民委員議員を務めていた。第二次世界大戦が勃発すると従軍した。六代校の死後はその息子であるアレグザンダー・ジョージシンが7代バース公を継承した。7代公アレグザンダーは作家として多数の著作を有していたほか、1976年には千の加盟の E を取り除いた。 戦に改正している。彼は2020年に新型コロナウイルスに感染して死去したため、爵位は息子、スーリンに継承された。八代後スーアリンが2020年現在のバース、公爵化元当主である。元当主である第八代、バース公爵スーリンヘンリー・ラズ・ロシンは以下の爵位を保有している。バース公爵化。ありがとうございます。